4日、川崎セルビアンナイトスクレームのライブに来てくれてどうもありがとう。イエイ。次のライブは12月21日デビスクラブエイム。そしてなんといっても2016年最後12月26日はここ川崎セルさっきの続きだけど、2016年最後のライブ12月26日川崎セルビアンナイトでスクレーム主催ライブが決まっております。ここで重大告知なんですけど、2017年5月15日ここ川崎セルビアンナイトの方でスクレームワンマンライブ決定しております。歴史から見ても答えなんかく搾取し続けられねじ伏せられていくら涙誘われるこの魂なんで引かされても真実を知れば死ぬほど心に刻み欠けられ写真撮影に来ましたよ。竹内、今日どう調子は？最高だ。いいね。おい、かっこいい、かっこいいよ。メイクも言うと今日どう調子？ちょっとなんか具合が悪そうな顔して、なんかいつもと顔が違う気がするんだけど。全然大丈夫だよ。一緒？なんかいつもとちょっと顔違うんだよね。いつもと違うんだよ。どうした？後ろに何かいる。後ろに何かいるよ。終わらない戦いでも決して交わらない世界を敵に回しても誇りある限りこの声で叫び続けよう。交わる